ボ、はい、どうもタッキーです。え、マッキーです。今回はドッキリ、初ドッキリです。で、今はドッキリのあったです。はい、で何やってんの。え、どうぞどうぞ。何やってんの。この回数より、ドッキリのために海水を汲んできました。で、その海水を薄めたものがこちらです。え、何、これで何も言うことないんだけど、これではい、なんていう企画やったっけ。あ、そうか、暑いところで運動した後に飲む水はどれくらいないのかという店企画でやっていきました。そう、はい、その店企画で、そう、店企画でやって、それで僕が塩の水を飲むっていう時、はい、をやっていきたいと思いまして、やっていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、はい、お手です。今回ですけども、こちらの水を用意してます。2人分ね。それで何するんでしたっけ。ちょっと説明してください。暑い中で運動して、あ、運動した後の水はどのぐらい弱いのかという現状です。あ、暑い中運動して飲んだ時の水はどれぐらい弱いのか。何度カットカットしてほしいですか。カットしてほしいです。わかりました。じゃあまず試しに、ちょっと初めに飲むか。じゃあ、一口ずつ。まずあの、テンションです。まず普通の今昼飯食ってブワーってなってる時の水。はい、しょっぱいんですけど。気づいたか。実はそれは海水です。海水、海水です。それは海水を薄めたものです。うん、なんかすごい反応しづらいしょっぱさないけど、うん、わかる。こっちは、こっち、こっちは普通のものです。つまりさ、はい、これ初ドッキリってことですか。そういうことになりますね。めっちゃ微妙なんですけど。落ちだ。もうしょっぱーとか言って落ちやったらいいけどさ、うん、普通飲めるしこれ。まあ、そうね、普通に美味しいね。テイク2やります。あ、はいはい、OK。 はい、じゃあテイク2、バイバイ。はい、というわけで今日は何やっていくんですか。思い出せよ。あ、じゃあまあとりあえずこれで、はい、運動して、はい、飲んだ後が美味しいかっていうやつですね。はい、運動した後に飲んだ水が美味しいのかというやつね。じゃあまず初めに一口飲んでいきましょうか。はい、はい、いきますか。はい、しょっぱしょっぱしょっぱ。ほら、きったねー。今日も見てくれてありがとうさん、今日も見てくれてありがとうさん、明日からまた頑張るさ、この場所で。